京都教育大学派閥です。へえ、はい、僕がよく出てる飛道具さんという劇団が立命館の方に出てはって、はい、僕割と京都の方に付き合いがあって、はい、大学も京都やったんです。はい、藤原や山口は、おお、はい、あ、そうですか。そうです、はい、あ、そうですか。はい、ああ、ちょっとあんまりね、それ行くとちょっと佐藤さんが置いてきぼりになる。京都トーク、いえ、別に全然京都トークになります。で、ちょっとこのお話する前に、元若さんですんで、はい、平卓さんがまだちょっと来られてない。平卓さんちょっと呼んでいただきたいんですけども。いや、平卓は今回。そんな。今初めて聞きました。そんな、そんなことするんですか、金さん。どうですか。え、大丈夫ですよね。そうです。今回平卓はその劇団さんに立ってるんですよ。何の反逆行為ですか。いや、別に反逆っていうわけじゃないですか。はい。縦に分かれてうまいことやっていこうみたいな一時期。今初めて聞きました僕。そんな演技をする人かどうかが僕はもう気になる。それを聞きたいぐらいですけど、キムさんに。今回はどっちかっていうと、まあ、たまたまね、平太君が別のプロデュースで、はい、動いている間、ね、元若の、はい、動きがないということだったんで、はい、今回は元若も異文化交流をしていただこうということで、はい、京都派、京都系の私のところで、まあまあいつもはね、はい、バッチリエンタメの元若さんのですよね、はい、もうね、盾があって、はい、もう盛り上がりあって語る人があってっていうね、お芝居ですけども、でうちのどっちかというとね、さっきも話で出ましたけど、はい、京都っぽい、はい、京都っぽいのかな。あのすごいドラマ自体がしっかりしはるイメージがね。あ、まあ、どうでしょうね、日常を描くみたいな、ささやかな日常を描く感じを大事にしたいかなと思いながらやっていますので、今回は翼をもがれた状態で頑張ってもらわないと。じゃあ棒術も使わない田所さんが見れるんですか。もう全然使いませんか。それは楽しみですね。いやいや、あまり使わないですけど。あれ、そう、どういったじゃあ一緒にやろうよまでなった経緯というか、そのつながり、そこまで仕事関係とかそういうのではなく、なんかお互い見に行って惹かれたもの。そうですね、例えば持ちかけたのはどっち側からとか。持ちかけたのは、その話をするとね、よくわからん。え、なんでこのこういう話になったかって言われると困るんで、いつの間にかこの話になってた。なってた。間に入ってた。お互い見つつ見られつつ。そうね。そうですね。ただ、元若的に全く新境地なんですよ。イメージはね。はい。ぜひとも一緒にさせていただいて、九州をしまくってやろうかなっていう野望は個人的に思います。今の田所さんの思いは、
ところとかに惹かれてるのか、それとも今岡田さん的にはあそうなんだって。そんなことない。そんなことない。そこはちゃんと漁港してるよ。一歩通行ではなく、うん、そこを合意してないとね、多分ね、あのこの声は生まれてない。うん、その声は生まれてないですね。スペースドラマでね、一応まあみんなね、一応ね優秀え最優秀劇団、はい、目指してる。はい。みんな目指してる。え、僕目指してるの？目指してない。別に目指してない。僕は参加させていただけるのにラッキーみたいな。あ、それをまず知ったのもちょっと後の方でしたから。そういう賞があるんだと。いや、まあまあね、多分そういう意味で言うとね、他の劇団さんはみんな割と劇団としてこう積み上げてきたものがあってっていう劇団さんばっかりなんで、うちは逆に多分そういう意味で言うと、だから積み上げているものがあるわけじゃなくて、まあそれぞれの積み上げはあるけども、ここで化学反応を起こして面白いものを作るっていう、多分他のところとはちょっと違うアプローチ、まあ、まあ結局面白いものを作ろうというのは同じかもしれんけど、ちょっと違うアプローチかなという気がしているので、まあ、そういうところは何やろ、空中戦、そうですね、この感じがどこまで化けるかねっていう感じかなとは思ってます。今回の公演の見どころみたいなのを手短に言っていただけると、もし田所さん側とね岡野さんで多分違うアプローチが出ると思うんですので、どうぞ。そうですね、やっぱこちらが元若的に今までと全く違った形の芝居を今回合同公演で皆さんに提供できるんじゃないかなと思います。カメラ目線から勉強していきます。そうですね、今言ったみたいに、その元若のお客様には今まで見たことのない元若を見せて、あ、こんなもおもろいなと思ってもらえたら嬉しいし、今まで元若も警備も興味なかった人がね、ちょっとそういうの面白そうだなと思って見に来てもらって、あ、こんなも面白いねと思ってもらえるようなお芝居になればなと。はい、ということで、8月の21日からですね、はい、24日まで、はい、元若矢印矢印警備ということで、カワウソ供養というお芝居をさせていただきました。ちょっといつもの元若とは違う、テイストを見ていただけるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ、足をお運びいただければなと思っております。はい、最後。そうですね、今回の合同公演でいろいろな可能性が警備さん、本高さん出てくると思いますので、そこら辺を楽しみにして会場に足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いします。以上、お疲れ様でした。